ロックンロール忍者 TV。 こんばんは、ロックンロール忍者のベース担当のゆうです。今日も、世田谷区若林のギャラリー世田谷233から放送させていただきます。今日は一人なので、前回も前回も一人で放送させていただいたことがあったんですけど、今回も趣味全開のお話をさせていただけたらと思います。よろしくお願いします。早速なんですけど、今日浴衣、夏だから浴衣を着てるんですけど、この浴衣は実は美少女戦士セーラームーンっていうアニメの水色の女の子のセーラーマーキュリーっていう子がいるんですけど、その子の浴衣を着てきました。最近買ったセーラームーングッズとか、長年愛用してるセーラームーングッズとかをちょっとお披露目させていただきたいと思います。で、このヘアピンもセーラーマーキュリーのヘアピンです。これはなんか何年か前の大阪のユニバーサルスタジオジャパンの時に買ったものです。まずはこれから紹介させてください。これは多分今年買ったものなんですけど、何だと思いますか？開けてみます。これは実はテスコムから発売されてる美容家電なんですけど、箱もすごい可愛いんですけど、こんなにすごい可愛いネイル磨きというか、なんだろう、英語でなんていうのかわかんないんですけど、なんていうんだろう、もうネイルシャイな、これがいろいろアタッチメントがいろいろついてて、で、電動で爪の甘皮とかをこうグッグッって押して、でこれ磨いたりとかして綺麗にしてマニキュアを塗ったりとかするためのものなんですけど、見た目がすごい可愛すぎて、こんなに可愛いものが本当にこの世界にあるのかって届いた時にびっくりしたものです。でちゃんとこういう巾着とかもついてて、もう自分的にすごくポイントが高いです。もう小さい時は本当セーラーマーキュリーになりたくって、すごい変身したくって、こういうスーパーで売ってるおまけがこういうのがついてるんですけど、そういうのをお母さんに買ってもらって、よくセーラーマーキュリーになるための修行とかをしてたんですけど、大人になった今こんな本格的なものが出たのかとすごい嬉しいです。でこれで爪を磨いた後に、実は今日忘れちゃったんですけど、セーラーマーキュリーのマニキュアもあるんです。でそれを塗って、であとこれもキューポットっていうブランドからコラボしてる指輪なんですけど、これをつけて、もう手元がセーラーマーキュリーみたいな感じになるんですけど、なんかさっき落っこどしたでちょっと割れそうなので外しました。ベロンってなっちゃってるから。であとはこの間発売したこのまつげをグッと上げるやつ、これもセーラーマーキュリーのが出てて、そのセーラーマーキュリーっていう子は主人公じゃないのでないんですけど、大体アニメって主人公のグッズばっかり出ると思うんですけど、セーラームーンはもうどのキャラクターもすごく人気なので、それぞれのキャラクターのグッズが出てて、もう集め買いがすごいあります。でセーラーマーキュリー、あとその美容家電もう一つあるんですけど、これもテスコムの美容家電です。これはもう発売された時に絶対すぐ売り切れちゃうと思って、いろんな電気屋さんとかに電話して、でとにかく本当に
絶対これを手に入れられなかったら毎日苦しくなると思ってそういう執着心で買ったものなんですけれども、開けてみたいと思います。これはヘアアイロンです。このヘアアイロンはちゃんとスチーム機能もついてて、でなんか女子だったらすごいわかると思うんですけど、ヘアアイロンっていくら見た目が可愛くてもすごい使いづらいものとかあるんですけど、このテスコムのこのタイプのはいつもこれ買う前から日頃から使ってるものと同じだったので、まあ、使いやすいと思ってすごい毎日これからこれを使おうって思ってたんですけど、あの髪の毛を切っちゃったので全然使う機会がなくなっちゃったので今は飾ってあります。もう細かいところも全部セーラームーンですごい可愛いんですありがとうございます。でちゃんとケースもついてます。なんか子供の頃はあんまりその自分の世代ってそんなにたくさんおもちゃとかもあの今よりはあんまり売ってなかったし、で売っててもあんまりその お母さんそんなに買ってくれなかったっていう思い出があるので、なんか大人になってからいっぱいその反動もあってかなんか知らないけどいっぱい買ってしまいます。であとは昔から使ってるものがあるんですけど、セーラームーンの上着すごい可愛いんですけど、あのこれを最近全然乗ってないんですけど、あの実はバイクに乗ってまして、最近もバッテリー上がったままで直してもいない全然乗ってないんですけど、多分バイクに乗る時にこれをいつも着てたんですけど、あの夏でもやっぱこういうのを着てツタヤまで行ってます。バイク乗るのが下手でちょっと怖いからツタヤまでしか行ったことないんですけど、多分ツタヤの店員さんはあ来たなっていつも思ってたと思います。またこれを今年の秋も着たいなと思います。で最後にもう一つ、これが一番見ていただきたかったものなんですけれども、こちらです。これはみんなの大好きな、私も大好きなバンズの靴 あのセーラームーンとのコラボがこの間発売されたんですけれども、もうとにかく可愛いってこれですこれですもうすごい可愛いです。このハイカットの靴、これが、バンズのコラボで本当になんか10種類とか 10種類以上発売されたんですけど、私は一番これがすごく欲しかったんですけど、もうお店とかネットとかでもすぐやっぱ売り切れちゃって、あ欲しかったなって思ってたら、なんとリーダーの彦さんから誕生日にあの送ってもらってでサイズもぴったりだったのですごい嬉しかったです。いつやるかちょっとわかんないけどライブで履きたいと思ってます。すごい大きく見えるんですけど、これは 26.5cm で、なんか多分何回もこの話聞いたことある人もいると思うんですけど、私は小学生の時から足が 26cm あって、でパンツのこのタイプだとちょっとタイトにできてるから、あの0.5 センチ大きめのサイズをお子さんが作ってくれました。これはもう飾っとこうかなって思ったんですけど、やっぱりでも履きたいなって思ってたので、そのうち履こうと思います。で部屋の中がもうこのセーラームーンのグッズですごい
溢れちゃってて、今年はセーラームーン30周年ということで、またユニバーサルともコラボしてるし、で今六本木でセーラームーン展っていうのもやってたりとか、で去年と来年で映画もまたやってるので、もうグッズがすごいいろいろ出てるので、で私なんかこういう箱とかを捨てられないタイプなので、なんかセーラームーンの箱とか全部取っといちゃう、パッケージも全部取っといちゃうタイプなので、今家の中がすごいことになっています。で気がついたらちょっとウサギにかじられちゃったりとかしてるので、ちょっと頑張って片付けようと思います。でもセーラームーン、そのなんだろう、セーラームーンだけじゃなくて、今そのいろんなアニメのグッズとかって出てるじゃないですか。なんかその、ワンピースとかもそうだし、本当に一昔前までそういうグッズが出ててもなんか欲しいなって思ったりとかはしなかったんですけど、最近すごい物欲がすごくてついつい集めちゃうんですけど、なんかなんだろう、そういうのを集めるようになってから逆に生活が充実してきて心がすごいなんか満たされてる気がします。最近は多様性の時代なので、なんだろう、その すごい若い女の子がセーラームーンの浴衣とか着て歩いてたら、あ可愛いなってなるけど、多分私ぐらいの年代の人が着て歩いてたら、昔だったらもっとやばい人が来たとか思われてたかもしれないんですけど、多様性の時代だから、あ着てるな程度で終わってくれるのが、とても生きやすい時代になったなと思います。でもグッズのクオリティがもう一つ一つがすごい高くて、昔はやっぱりお母さんに作ってもらったりとかしてました、オリジナルセーラームーングッズを。まああとなんだろう、まあ、こういうのも多分今年これ発売されたんですけど、本物の化粧品で、これは練り香水なんですけど、もうアニメグッズだからクオリティが、まあ、それなりとかじゃなくて本当に本格的にいいものなんですね。でこれも今年買ったやつかな、これも今年買ったやつで、ファンデーションで、これもクッションファンデなんですけど、すごい綺麗になります。でこれは昔から持ってるやつなんですけど、でも多分1万円とかそのぐらいするから結構高価なものではあるんですけど、クオリティがすごい高いです。なんかセーラームーンの話してたらすごい時間経っちゃう。ということで、もしセーラームーン好きな人がいたら、ぜひ私とセーラームーン話をしてください。この間出てくださった、ゲストで出てくださったあゆこさんもセーラームーンが好きなので、ちょっと今度一緒にお話しさせていただけたらいいなってずっと思ってます。でもう一つ私のすごく大好きなものの話をさせていただきたいんですけど、中華料理がもうとにかくすごく好きで、中華街とか横浜中華街とか、あと神戸の方の神戸中華街っていうのかわからないんですけど、もうとにかくいろんなお店に、ちょっと高級なところもちょっと親に連れてってもらったりとかで、なんかそのなんだろう、行きやすいお店とかもう結構たくさん行ってるんですけど、今その田園都市線の、今この世田谷、ここも田園都市線の三軒茶屋っていう駅でもあるんですけど、東急田園都市線の多摩プラザ駅徒歩2分のところに黒龍っていう中華料理屋さんがあるんですけど、そこのお店がすごく大好きで結構よく行ってるんですけど、そこのビャンビャン麺がすごいおすすめです。でビャンビャン麺のビャンってすごい頑張って書いたんですけど、
画数が57画あるからなんかさっきまで太いマジック使ってたんですけど書けないと思って細いペンで書いたんですけど、あの昨日もビャンビャン麺のことをテレビで日テレかなんかでやってたらしいんですけど、最近すごい知名度が高くて、でみんな、あ、ビャンビャン麺知ってるとかっていう方結構いるんですけど、実際に食べたことあるっていう人があんまりいなくて、で調べたんですけど、意外と食べれるお店が全然なくて、でまあ合ってるかどうかわかんないんですけど、横浜中華街でもビャンビャン麺を食べれるお店って1店舗しかなくて、すごい珍しいんです。でなんかそのビャンビャン麺とか、今日ロックノール忍者 TV 一人で出るんですけど、ビャンビャン麺とか紹介したいなって言ったら、特別に今日作ってくださって、で持ってきたのでちょっと皆さんに見ていただきたいんですけど、お願いします。こちらがあのテイクアウトも、その黒龍ではテイクアウトもやってるんですけど、なんかすごい綺麗なパッケージにちゃんと入れてくださってるんですけど、これがビャンビャン麺です。ちょっと開けて、ビャンビャン麺はさっき調べたんですけど、幅が4センチもあって、で長さが1メートル以上あって、あ、すごい美味しそうです。このまま食べたい。電車乗って持ってきたからちょっとくっついちゃってるんですけど、麺の幅がこんなにあってすごい美味しそうで、うん、終わったら急いで食べます。すごい美味しそうです。すごいこんなにあるんですよ。改めてすごいなって思いました。でこれが黒ビャンっていうもの、黒ビャンってなんだっけ、多分黒ビャン、コクが決め手の黒ビャンって書いてあります。でもう一つが今日は持ってきてないんですけど、赤ビャンっていうのがあって、メニューも持ってきちゃったんですけどこんな感じであります。すごい大人気なので、なかなか食べられるお店もないの で駅から徒歩2分もかからないぐらいのところにあるので、もしよかったら行って食べてみてください。すごいおすすめです。あと飲み物はドラゴンハイボールとかもあって、紹興酒のハイボールなんですけど、それもすごく人気があります。でもう一つがその黒龍のお店は駐車場になんだっけ、キッチンカーがあって、そのキッチンカーではオリジナルのクラフトサンドっていうのを作ってるんです。ですごいなと思ったのが、サバサンドを、これもさっきいただいたんですけれども、サバサンドってうちおばあちゃん家が北海道の小樽なんですけど、そういうなんか港があるところとかでは結構見るし、で母もちっちゃい時から食べてたっていう風に言ってるんですけど、なんかあんまりなくて、そのサバサンド食べたいなと思った時に調べても全然なくて、でなんか中目黒か渋谷に1店舗、あ、食べには行ってないんですけど調べたらあったんですけど、そしたらなんか黒龍でサバサンドが今売られてるのですごく大人気です。でもらったのでせっかくだからちょっと中を見てみたいと、作っていただいたので、サバも塩サバなんですけど、鉄板で焼いてるし、すごい美味しそう。あ、反対だった。てか、こんな大きなサンドイッチなんです。で、パカって開けて、あ、超美味しそう。すごい美味しそうです。こうか、こう。これが、塩サバで、オニオンスライスと、あと、タルタルソースがあって、でレモン果汁がかかっているので、すごい今レモンのいい香りがすごいします。
これもすごく人気があるサンドイッチですね。だからこれが普通に食べれるってすごいなと思って、中華料理も大好きなんですけど、あのハンバーガーとかサンドイッチとかそういうあのピザとかそういうものがすごく大好きで、それもいろんなところで食べて、で本当にあのそういうサンドイッチとかビールとかそういうのが好きすぎて、そうあのチェコっていう国にそれが食べたくて旅行に行ったぐらい好きなんですけどとても美味しいので、で今日その黒龍の方に今日あの紹介してもいいですかって、この話をしてもいいですかって言っていろいろお話ししてたんですけど、あのロックンロール忍者 TV 見たって言ったら令和4年の8月末までこの今の新サバサンドイッチを一人一つまで無料でくださるとのことなので、あのぜひ行ってください。これが無料ってすごいよね。そう、タワープラザ駅の南口？北口？あのエスカレーターがあってガーって降りていって商店街をバーって行ってすぐのところにあります。でさっきのビャンビャン麺は建物の2階なんですけど、このサンドイッチは建物の駐車場のキッチンカーで販売してます。もうこれはね絶対食べないと損するよってぐらい美味しいし、私は多分もう20回ぐらい食べてるかもしれない。他にもいろんなサンドイッチがあるのでクラフトサンド食べに行ってみてください。一人一つまで無料です。でもお腹空いてきちゃった、すごいいい匂いがビャンビャン麺もとにかく早く食べたいってマスクさえしてなければなんか食レポ的な感じで食べたかったんですけど、一応ロックンロール忍者は忍者なのでマスクはつけなくちゃいけないって最初に決めたんですけど、結局なんか普通のなんかその辺に売ってる白いマスクで今日来ちゃったんですけど、とにかくどんなことがあってもマスクは外さないということで、あのこれからもやらせていただきます。でもう一つ最後にあマスクありますか、そこに私の黒いよく質問をいただく私の、あのマスクをちょっと紹介させていただこうと思います。いつもライブの時とか撮影の時はこのマスクをつけてるんですけど、あの耳にかけてですごく長くて後ろで縛れるやつなんですけど、実はこのマスクはあのマスクをつけたままマイクで歌を歌ってるんですけど、あのこのガーゼを何枚まで重ねたらちゃんと声が通るかってちゃんと検証してて、でマイクに口をこうついちゃった時にすごいビリって感電したりとかもするんですけど、それが感電しないような工夫もされてて、すごいこれはもうあの友達のお母さんに作ってもらったんですけどあのすごいちゃんと声もこもらずに感電もしないっていうよく検証されたマスクで、今なんか色違いバージョンを作っていただいてるんですけど、あのマスクは何なのってすごいたくさんの人に聞いてもらってたので、ちょっと今日はこれを紹介しました。あのもしマスクしたまま歌いたいっていう人がいたら作り方を教えますので、私のところまであの質問しに来てください。ありがとうございますなんかちょっとしか喋いつもと同じパターンだ、ちょっとしか喋ってないと思ったのにもうこんな時間になってしまってます。はい、今日はこの浴衣のまま家に帰るか、さっき着てた洋服に着替えて帰るかすごい迷ってて、普段だったら別にどっちでもいいんですけど、さっきまで着てたワンピースが実はアナウンサーの海道愛子さんとお揃いだってことに気づいたのですごい迷ってます。セーラーマーキュリーか海道愛子さんかすごい迷ってます
今世田谷線、電車の音が聞こえるんですけど、世田谷線でしたっけ、名前。世田谷線沿いは、あの線路沿いにすごいたくさんのひまわりが咲いてて、で、なんか3メートル以上あって、もうすごい壮観です。線路沿いを歩いてるとすごい、あ、夏だなって感じがします。で、さっきまですごい咲いてたから写真撮りたかったんですけど、なんか気がついたら日が暮れちゃってて。で、ひまわりって夜になったら閉じちゃうんですか？夜になって閉じたのが朝になったらまた開くって感じなんですか？朝顔みたいに、うん、そう、なんかそう、さっきまですごいバーって咲いてたんですけど、今見たらなんかこう下を向いてる感じなんですけど、3メートル4メートルあるひまわりがいっぱい咲いてるので、ぜひお散歩してみてください。もしかしたらあのもしかしたらあのギャラリー世田谷233のオーナーさんがお水、お花にお水あげてるところに遭遇するかもしれません。あと4分ぐらいあります。あと4分か。今日は8月11日ということで、なんか普通の日だなと思ったら、なんか親子連れの人とかも多かったし、夏休みだからかなと思ってたら、カレンダーの今日の日付が赤くて、え、なんで赤いんだろうって思ったら、山の日って書いてあって、山の日なんてあったっけって思っていつからそんな祝日ができたのか。あの海の日が7月の20日とかに海の日っていうのができたのは知ってるんですけど、山の日っていつからできたのかわからないし、まあ後で調べようとは思うんですけど、山の日は何のためにあるのかな、登山をする日なのか、まあわからないんですけど、今日は山の日です。山の日ということで、来年は山の日をちゃんと意味を理解した上でエンジョイしたいと思います。山の日、お父さんは何してるのかな今。大分、あ、コメントもしかしたらくれるかもしれない、わかんない、見てるかどうかわかんないけど。お父さんは前回とか前々回コメントチャットくれてて、でも全然気づかないでそのままスルーしちゃって終わった後に気づいたんですけど、見てますか、彦さん、何かコメント入ってるかな。リアルタイムでは見てないかもしれない。なんか今彦さんは大分県にいるんですけど、大分ってやっぱ九州だからすごい暑いんですかね。九州とかよりもひょっとしたら、なんか下手したら埼玉のとかね、熊谷とかの方が暑い可能性もあるんですけど、もう今年の夏はいつもよりすごく暑いから、たくさんビールも飲んで、でダイエット頑張ってるのにビールでどんどん相殺されていってしまってるんですけど、来年はね、彦さんと一緒にビールは飲みたいなと思ったんですけど、彦さんはお酒が飲めませんお酒飲めないんですけど、まあ、彦さんと一緒に飲みたいので早く帰ってきてください。ビデオレターみたいになっちゃった今日もあの私の趣味全開の話を聞いていただいてありがとうございました。そう、ロックノール忍者のその今後の予定ってまだあんまり決まってないんですけど、まあ、今新曲を彦さんが作ってるっていうのと、あとまあ私も今までライブでやったことない曲を毎日練習してます。まあ、早くライブができるように祈ってます。じゃあ改めてタマプラーザ黒龍に行ってみてください。サバサンド無料でプレゼントしていただけると思います。キーワード新サバサンド。ただでもらうには、
ロックンロール忍者 TV を見たと言えば8月の末まで無料でもらえます。ぜひ行ってみてください。ありがとうございます。